い、プロを起こそうという番組です。では早速ご紹介に行きたいと思います。ぶーちゃん、はい、皆さんご一緒に手拍子をお願いします。愛してる、愛してる、変わらない、変わらない、みんなと一緒に、みんなと、でもでも本当はぶーちゃん、はい、ボッシュのお色気担当ぶーちゃんこと相川みなとです。よろしくお願いします。次はアリニャン、鏡さん、世界で一番色白なのはマユン、騙されやすナンバーワンマユンこと和樹マユです。よろしくお願いします。次はタカコ、はい、皆様こんばんは、野上タカコと申します。真面目か、ボッシュのトンチンカン、野上タカコです。よろしくお願いします。はい、というわけで早速コーナー1に行きたいと思います。生態調査モニタリングボッシュ、はい、このコーナーはありのままの私たちを見てもらおうというコーナーです。それでは VTR どうぞ。皆さんこんばんは、こんばんは、まゆんです。あーまーむーちゃんです。誰誰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 誰タカコとアリニャンを騙したいと思います。はい、どういうドッキリかっていうと、はい、私がね、理不尽なところでアリニャンとタカコに突っかかって切れるというドッキリなんですけど、はい、ちょっとコテンパンに切れてやりたいと思います。はい、はい、切れてやりたいと思います。頑張ります。頑張るぞ、バイバイ。疲れたであります。ありがとう。ね、聞いて、むーちゃん3キロ太ったんだって。いつから？ダメだよそれ言っちゃ。やばくない？何、なんで格闘としたの？はあ、なんだろう、隠蔽ですか？隠蔽。なんかこの間ボソッとやばいとか言い始めて、うん、なんかさ、タカ子の話してたじゃん、体重の、うん、したらなんかムーちゃんがやばい、私もタカ子のこと言えないとか言ってる、うん、でもアリニャに言わないでとか言ってこいつ立つ音したんだ。しずこパターンじゃないこれ。あれ、え、ムーちゃん何キロってこと言うの？本当？え？この間と言ってること違くない？本当？3キロどころじゃなかったのじゃ。自分でタカ子のこと言ってたじゃん。え、怒ってんの？嘘でしょ。ごめんね、そこまで言わなくてよくない？みーちゃんはドッキリ失敗したりとか、うん、多分そういうのもあって落ち込んでる、プラスなんか多分言われたくなかったのを言われたから、多分ちょっと怒って、
え、だってさっきまでふざけてたんだよ。やばい、ハンド3キロ当たっちゃったみたいな。やばいからどうしよう、謝った方がいいかな。ごめんなさい。もうティッシュ。ティッシュとか言わなくてよくない？え、これ V なの？本当にごめんね。好きだとか言ってないじゃん。はい、ドッキリ成功ですよ。今このカメラ見たよ。うん、完全見れてる。見たけど普通にドッキリとは思わないわ。できる。え、本当に私ムーちゃん本当に初めて怒ったところ見たって思ったもん。私も。怒ってる。しかもなんか眉の焦り方が本当に本気の焦りだったからね。眉でも笑ってて。いや、あの焦りは本当の顔だったよ。よ、しかもさ、アリニャンのさ、眉とか取っちゃったね。もうそれしかないなと思って。ね、いや、本当の当初の予定は、アリサが乗ってきたことに対して、なんかなんでそんなこと言うのみたいに行こうって言ったんだけど、もうこの流れ無理だと思って、もう自分が茶化すしかないと思って。対決しちゃったんだけど、私全然別に体重そんなにさ気にしてないから。いやー、マジか。しかもさ、ちょっと向こうで3人で話し合わせるために出てったらアリニャンついてきちゃって、そうでマユユンついてきたのかなと思ったらアリニャンでここにドッキリ大成功で行こうとしてたの。だから野上これどうすればいいの？でも野上はずっとここでもうこれアリサ向こう行っちゃったから野上に話聞き出すしかないと思って、どうしよう本当に怒っちゃったかな、でもさっきまでふざけてたんだよって言ったらなんかママと乗ってくれて、むーちゃんは今日ドッキリを失敗して体重のことも言われて嫌だったんだと思うみたいな。いや、さっきはもうちょっとヘビだったんだよね、うん、ただもう今日やるしかないと思ってこんな感じになりました。あーすごいね。い絶対、うん、だってもうむーちゃん本当にむーちゃんすごいじゃん。違うよ、私だよ、私。でもアリちゃんすごい優しかった。でもねでもね、ここでね、なんかめっちゃニヤニヤしてんの。でも下向いて、そう、サイン書きながら超ニヤニヤしてこっちチラッチラッて見てくんのもマジ勘弁してと思って、なんかおかしいなって思ってたんだよ。なんでむーちゃんどうしたんだろうってこうとかこうやってとか言って、で今こっち戻ってきてもティッシュあげちゃったからね、私の優しさ返せよ。いや、アリニャンがすごい優しかった。向こう行って本当体重とか人には言われたくないことあるからいいんだよって言われた時にもうすごい罪悪感で、こうすごいね顔見られなかったもん。笑ってたっしょ、笑ってたっしょ。でも体重とか人に言わなくていいんだよって言ってるアリサもさ、ムーほんと痩せた方がいいよってこの間まで言ってたから。乗ってくると思った。そう、乗ってくると思ったろ。それに対して。それだって大体冗談だもん。痩せる、ムーちゃん。いや、だからちょっと切れんのが早かったんだよ。いや、だから、ね、でもピー入れてもらうからね、これ言っとくけど。しかもその体重じゃないから私、3キロ太ってないから。それ、それ嘘だよ。嘘だよ、嘘。ちょっと言わせてもらうけど、3キロ太ったっていうのは嘘ですよ、皆さん。はい。いくら私がね、食欲の秋とは言って。筋肉やめればって言ったらやればよかった。いや、そしたらそれに私は切れるっていう設定だったの。へえ。もう無理だと思って、ね。でも、うん、マユンとバトっちゃってもうなんだこれとか思って笑っちゃったよ。なんでめっちゃチラチラ見て笑ってくんの。あと思って。いやでも心。笑ってないで続けろよって思って。なにめっちゃさ、なんか助け舟で出してあげたじゃん。え、だってこの間言ってたじゃんとか言ってんのにさ。いつから撮ってたの？いつからこれ撮ってたの？でもさ、私さ、ここにいたの絶対野上で映ってないよね。いや、わかんない。だってもうここに置いた時点でね、誰が映ってんのかわかんないけど、もうそのまま、このまま行くしかないと。強行突破したよね。いやー。だってこれでなんか V 直しても絶対変に思われるなって思って。で、しかもつけるときティレンって落としてるからわざわざ向こうに行ってつけて、回したままこっち持ってきてってやるしかないなと思って。いつから撮ってたの？でもほんと話振る前からだよ、多分。へー。っていう感じでした。はい。じゃあ大成功やってもらってもいいですか？せーの。せーの。ドッキリ大成功。ちなみにムーさん手しか映ってないから。イエーイ。ムーちゃんの大成功。ダメだよ。言っちゃダメだよ。
でしょうかね。これはですね、まず先月のミラクルポッシュ放送日の、はい、ミラクルポッシュ放送前にかけようとしてたんですよ。でカメラをちゃんとアングルを2個設定して、タカコとアリサが来た時点でカメラを入れてやろうと思ってたら、なんかいつもやらないことだからテンパったのか、すごいなんか立ちながら段ボールに置いてたんですけど、段ボールの中に手入れて、うん、そうだよねアリニャンとか言って、なんか必死にスイッチを押そうとしてんの。一瞬こ向こうの部屋でドッキリを撮ってたの。こっちに来た瞬間にムーが立ち上がって、いつもいないとこにこう立ってたのすごいなんか偉い人みたいな、こういう感じ立ってたのね。でなんでこの人入り口の前で邪魔だなと思ってたら、なんかニヤニヤしてんので、ちょっと手見せてとか言って手見たら、カメラピッとかあって段ボール穴開いてて、あーみたいなバレちゃったんだよね。そうバレちゃった。2回目ため息ね、もうずっと3時間ぐらい引きずってたよ。すごい落ち込んでたよね。ミラクルポッシュも放送できないんじゃないかぐらいの落ち込みようでしたよ。本当に。で日を改めると見せかけて、もう2人で作戦会議して、いやこれはもう今日放送後にかけるしかないって言って、うん、もう流れでやりました。で成功した部位が今のやつです、うん、そうです。まんまと引っかかってくれてありがとう。ありがとう。どうだった？いや私の優しさが出る VTR でよかったと思う。はい、はい、でね、いやまさかね、だってムーちゃんが怒ったの私は見たことなかったから、うんうん、で怒り方もリアルだったし、マユンの焦り方もリアルだったから絶対にドッキリとは思わなかったよ。でもおたかさんはカメラに気づいてたんだよね。完全にもうカメラに一番最後に気づいたの、一番最後じゃない、気づいたのはムーちゃんが戻ってくる前に気づいた。でカメラ目線してたもんね、だって、うん、途中でカメラには気づいたなのにドッキリとは思わなかった、うん、赤くランプ光ってるから、あ撮ってるって思わなかったの。ランプは分かんない。いや大丈夫、パンチン感だからもう何でもかけられちゃうから、カメラにバレても気づかれないってすごいよね。しかもなんかあーってアリサが気づいて、じゃあもうカメラ出そうってなった時も、え V 撮ってたのとか、うん、いや気づくのすごい。だって最初のさドッキリもさアリニャン気づいたけど私気づかなかったからね。あ、そうなんだ、うん、え、最初のだよ、うん、最初のアリニャンがこれ撮ってるでしょ。こんなポーズでさ、いるんだよ、ニヤニヤ。しかも段ボールの中に手突っ込んでるから、ね、いや、ダメだったね。ムーちゃん、ピーが多いと来てますが、ピーっていうのはムーちゃんの体重で、はい、ムーちゃんの体重は 50… ダメだよ、ダメだよ。しかも、それプラス3キロした体重だからね。で、3キロ太ったっていうのも嘘ですよ。そこもえ、じゃあさ50、私たちが知ってる数字、うん、マイナス3、マイナス3キロだからね、みんな。え、なんで今自分でさ自爆したよねこれ。え、なんか言った私今変なこと。え、待って、なんか50何55か53、53キロか55か、まあ、それはそんなにじゃないですよ。想像にお任せいたします。ムチムチだから。そうそうなのよ、ある程度はね、ある程度は。50何キロですか。違う違う、だからそこマイナス3キロしてください。じゃあ分かった、続きはウェブで。はい、ブログに書いちゃおう。コーナー1モニタリングポッシュでした。イエイイエイ。はい、続いてのコーナーはイメージ調査。ウェイイエイイエイ。はい、このコーナーはですね、ポッシュのイメージを SNS ライブで募集してグラフにしました。はい、では早速いきたいと思います。まず 1問目、部屋が汚そうなのは、じゃん、ね、じゃん、見える。1位が町田、理由がね、まあいいかってポイポイ置いてそう。2位がむーちゃんとね、相川と野上が一緒、ね、同票。そう、野上さんの理由はそこら中に物がありそう。むーちゃんがマイペースそう、片付けるのも忘れそう。アホだねもうこれ。それ片付けるの忘れたら結構ですね。で4位がまゆん。イエス、まゆん少ないね。ね、確かに綺麗好きそう、まゆん。え、本当はどうなの。でも綺麗好きだよ。でもさ、なんかブログの写真の部屋の記事が多いけどすごいなんか汚いっていうイメージの人もいた。あのあれですよ、多分わしゃーって塗ってるから。なんで映っちゃいけないものがあるから。わー汚いんだ、汚いんだ。違う違う、綺麗だ綺麗綺麗。次の問題、お金遣いが荒そうな人。はい、1位が町田です。私多いよね。で2位がカズキ、
3位が相川、4位が野上で、私の理由が洋服が毎日違うから持ってるお金を使わないと気が済まなそう、うん、大変ですね。それは大変。貯金ができない。貧乏だよ。結構貯金してる方だよ。で、まゆんの理由がね、大きいものでこれって決めたら買いそう。あ、結構確かに合ってるよね。一つ一つドカンって買いそう。むーちゃんおしゃれだから、あ、それはいい答えじゃないですか。ねえ、なんでそこだ。あれ、どうぞどうぞ。いいことだよ、それは。で、4位野上、ちなみになんですが、はい、一番ケチそうっていう意見もある。だってちなみにこれ1票も入ってないから書いてないんだよ。やばくないですか。いや、でも当たってますね。え、ケチなの。私割と、うん、まあ割とケチ。いや、倹約家ですよ、倹約家。いい言い方したな。いい言い方したな。次ね、はい、一番成績が悪そうなのは、お、じゃん、1位町田。もうまたかよって感じ。ダントツ、ダントツ、ダントツ、ダントツ。まず、若い時から芸能界という闇の世界に住んでいるから、はい、闇の世界、闇の世界。2位むーちゃん、なんとなく消去法でむーっていう。え、消去法で、消去法で3人は頭いいってなったってことでしょ。なんかまあ理由があって、町田さんは地味に勉強してそうとかもあって、消去法だって。それはどうなんだろう。で、3位が野上さん、4位が和樹さん。で、野上さんも和樹さんも授業中寝てそうっていう理由があります。どう、寝てる？間違いないね。寝てるっしょ、絶対、うん、寝てるイメージだよ、まゆ。てか、私話聞いたところによると、寝てるかお菓子食べてるか騒いでるか。授業中にお菓子食べるっていうのがすごいなって思う。いや、やんないの。いや、怒られるよ、私とこは。もう寝てたら怒られるから。大学でもう90分爆睡だよ。いや、すごい羨ましいよ。それが騒いでるか抜け出すかお菓子食べてるかだよね。じゃ、やめよう、もうやめよう、もうやめとこう。OK、 おりおりおり、危ない、これ以上いったら危ない。じゃあ次、付き合ったら一番めんどくさそうなのは、じゃーん、1位がまただよ、町田と和樹。そう、これ同票。同票で、3位野上、4位むーちゃんね。はい。で、町田さん、活動的でいちいち写真撮ってって言われそう。あ、私そんなに言わないけどね。写真撮ってとか。でも確かに結構インスタグラムとかに上げてるイメージ、ー写真とかを。動画撮ろうって言ってる、うん、あ、動画撮ろうはよく言う。みんな喜ぶじゃん、だって。そうでしょ。間違いない。で、まゆゆんの理由が、いろいろ注文が多そう。どうなの、どうなの。どういうことなの、これどういう注文なの。あれしてこれしてってこと。もう下僕だよね。付き合ってないじゃん、もう。あれしてこれして。で、タカコが話が噛み合わなそう。いや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 、それ徹底的だよね。いや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 、これもう付き合わない、会話できないってどうしようもないよ。人間としてもダメですね、私ね。でもさ、ポッシュとも会話できないもんね。いやいや、できてるできてるできてる。いや、時々ね、噛み合わない時が認めるんだね、そこ。時々ね、ありますね。で、次、一番能天気そうなのが、1位が野上、2位が和樹、さすが、ね、これは3位がむーちゃん、4位が町田。もうこれはね、もう自己紹介にも現れてる通り、いや、トンチンカンだから、もうそのままと。もうそのままってきてる。で、まゆゆん、なんとなくいろいろ楽しみそう、うん、なんとなく感が強い。いや、でも私ほんと能天気になりたいよ。え、じゃあ能天気だと思ってないってことだよね。え、嘘、思ってないの。え、能天気じゃない、私の。え、能天気なの。え、でも確かに能天気なイメージはないな。じゃあ能天気になります。で、3位がね、むーちゃん、はい、のんびりしてて悩みがなさそう。うん、うん、私も多分その通り思う、自分で。え、自分でのんびりしてんなって。え、なんかでも平和ボケ半端ない、うん、平和ボケしてるなって思うから。平和ボケとトンチンカンがいるって大変だよね。やばいね、グループに2人いますよ。終わったわ。噛み合わないことめっちゃあるからね。私何にも考えてなさそう。いや、うん、こう見えて考えてるからね。でも一番少ないね、アリアン、ね、うん、やっぱそう見えるんだね。ね、やったね。次、祝の役割をしてくれそう。ディディン、1位カズキ、2位がムーちゃん、はい、3位タカコ、4位私ですが、これね、まゆゆんの理由が推しですからっていうのが多いんだけど、ありがとうみんな。これほんとテレビ的につまんないから、お客さん
さんに言ってますよ。つまんないからちょっとなんかもう真面目にね。ちょっとひいき目入っちゃったね。ごめんね。ごめんねみんな。ちょっともうちょっとさ、推しですからっていう理由はやめましょう。今何人かとあれ書いた。ダメ出しだからね。に次むーちゃんね。朝ごはんが美味しそう。おいいじゃん。たまにわさび入りの料理を作ってくれる。いや家行ったらいきなり洗い物させられるから主婦っぽくない。これね違う、わさび入りのやつは前のオフ会の時にあのわさび入りのベビーカステラを作ってお客さんに内緒で持ってったことがあるんですけど、うん、もう根に持ってるよね完全にそのこと、うん、あれその時はごめんねって言ったらえ全然いいよって言ってくれたのに絶対根に持ってるよね。言ってるよ。あのむーちゃんおかみさんっていうねおかみさんっぽい。あすごい浴衣着 た,、ね、来た時に言われるから貫禄あるよね浴衣着るとそれはちょっとよろしくないね。いろいろ経験してますからそれはやばいね。で、高子がエプロン姿が似合いそう。あー、わかるかも、できる料理、うん、まあ、できないですね。できないんだ。食べる専門ですね。食べる専門ですね。無人島に、次ね、無人島に連れて行きたいのは1位が、まゆゆ。じゃん。2位が、野上さん。3位が、私とむーちゃん。同等かな。またこれ推しですから。ありがとうみんな。これアリニャ怒ってる。大好き。使えねっていうの。町田さん怒ってるから本当。推しですから理由になんないからってずっと言ってるよ。本当ですね。あと無回答のさ理由書かない人もいるから。とりあえず連れて行きたいんだろうね。とりあえずテレビを分かってっていう。もうちょっと面白い答えちょうだい。2位が高子ですが。これ身長が高い方が便利そう。理由。いやいやなんか現実的ですね。なんか木の実とか取れそう。上にあるものね。あなってるなってるとか。でもさなんか高く取ったらさ頭に落ちてきて倒れそうだよね。ありえそうだね。毒キノコとか拾ってきそうで嫌なんだけど。便利バラって言ってますけど。いや便利便利使われてる感半端ないですね。いや野上便利ですよ。便利ですよ。じゃ次ドラえもん。の主人公だね。これドラえもんに例えるならのび太、ジャイアン、スネ夫できすぎくんがいますが、はい、のび太町田、ジャイアン、カズキ、スネ夫が愛川、できすぎくんが野上。町田の理由、たまにメガネをかけているからビジュアルから入ったそういうイメージ雑でしかないよね。で、ジャイアン、カズキ、いつも怒っているイメージ。そんなことない。怒ってる。なんか、タカ子によく切れてるイメージらしいよ。珍しいね。なんか、そうなんですよ。ミラクルポッシュで、タカ子にプチ切れしてるイメージみたいな。プチ切れ、かわいいね、プチ。ね、プチ切れ。そうなんだ。そうかな。そんなに私、切れられた覚えはないね。私も切れた覚えない。うん、そう見えちゃうのかな。見えちゃうんだろうね。で、スネ夫が、相川、はい、お金がありそう。本当にそう見えてる？拗ねてるように見られてるよ。いや、そういうこと？ごめんね、拗ねないよ。で、出来すぎくん、野上、真面目かと来てます。ツッコミ、自己紹介だね。真面目か、真面目か。それ、そんな感じ。え、これはどうですか？当てはまってる？うん、でも、うん、当たってるのもね。うん、だいたいこんな。でも私、のび太高子かなって思ってた。私も思ってた。それだと思ってた、全部が。意外とね、ありやん。ね、でなんか私ジャイアンっていう意見があったんですけど、いやいつもこなんかこうジャイアニズムっていうよく知ってるねそんな言葉。ジャイアニズムをしてそうとか、ね、音痴だからというわけではありませんって言ってるとかフォローしてるような感じの、まあ、これはねちょっとねいただけないですね。はい、次最後ですね。何があっても生き残れそう。はい、お1位町田、2位が和樹と野上、同票です。同票ですね。3位相川、1位町田の理由、 iPhone を駆使して何でも調べて生きてそう。いや本当何でも調べるよね、アリニャンは。分かんないこと調べるね。いやすごいなって思う、 その検索力、ね、あとわけのわからない生命力と強さを感じる。それはわかる。あ、これはわかる。わかる。多分この人知らないなって思う。どういうこと？いや、不死身っぽそうだよ。不死身っぽそう。ああ、これはわかる。嬉しいんだか嬉しくないんだか複雑です。2位、カズキと野上で。カズキの理由が、うん、サバイバー。サバイバー。
サバイバー、サバイバー、サバイバーの一面見せてっけ。そういう風に書いた人は分かんない。なんかサバイバー、眉がサバイバーっぽいとかある？分かんない。なんか虫取って食べた記憶もないし、全く何もないです。イメージないけどね。でもサバイバーなんだろうね。なんかでも、ね、見た目ちょっとサバイバーっぽいよ。ちょっとこんなやってそう、撃ってそう、ライフィングとかちょっと。嘘。次、野上の理由が、はい、隕石が降ってきても、あれみんなどうしたのとか言って気づかなそう。気づくわ。隕石落ちてきたら気づきますよ。でもお客さんの中もみんなあーみたいな感じだったよ。なんで隕石は気づきますよ。なんかあってもさ、あれ何、どう、何があった隕石みたいな、あれみんないなくなっちゃったみたいな、あーみたいな。いやそれもイメージで。3位、相川、はい、意外とずぶとく生きていけそう。あ、まあそうかな。ゴキブリ平気だもん、ね、そう、全然虫系は平気だから、そういう面では大丈夫かも。だってゴキブリにウリャウリャとか言って構ってたもんね。うん、全然そういう国っていうか、そういうところで育ってきたからそういう県で育ってきたから、うんうんうん、全然平気かな。え、みんな的には、例えばなんだろうな、面白いの、無人島誰かいる？無人島に連れて行きたいの？うん、うわぁ、際どいね。私はね、アリニャンかな。え、なんで？いや、ほんとこの生命力と同じだけど、なんか絶対生き残れそうだよ、アリニャンといると。生き残れないと思うよ。え、生き残れるよ、大丈夫大丈夫。アリニャンと言ったら絶対、なんか火事とかはやらされるよ、絶対。あー、火起こしといてね。そう、それまで寝てるからみたいな。こういう作業とか超不得意だな。え、マユは何？タカコかな。身長高いからね。あ、やっぱ便利だよね。取ってもあそこのキロル取ってみたいなね。便利さ。え、ムーはムー。え、私どうだ。マユユンかな。なんかいろんなさ、あそこのに行ったらあれが取れるよみたいなの把握してそう。最悪2人で泳いで帰れるし。じゃあここ2人泳げないからダメ。置いていくことになるけど、もう2人で泳いで帰る。うん。私船ですね。船、え、待って、誰だ、偉い、船、船、ほら、無人島ついても船で帰れるっていう。あ、そういうこと。え、選ぶとしたらいないよね。だってみんな一人生命力感じないもん。生命力めっちゃやばいわ、それは。町田、潜って魚とか釣りそう。太りそう。私ね、潜るの得意なの、泳げないけど。え、ちょっと全然意味が分かんないんだけど、なんで泳げないんだよ。5メートルとかしか泳げないの。それ絶対すぐ死ぬでしょ。でも、って言って、あのプールの地の底な、手つけれるの。だって1メートルぐらいでしょ。海ってもっと下だよ。いけるいけるって。耳の痛さ耐えればいけるんじゃない。え、じゃあ息もすごいさ、長続きするってこと？まあ今ほら、ボイトレやってるから。あ、なるほど、ね、そういうところで生きるんだね。粘土細工得意なアリには無人島で大活躍だって。粘土細工、粘土、え、無人島に粘土ある？無人島で、いや、あったところでさ、像とか作っても意味ないからね。じゃあとりあえず作ろうかにはなんないでしょ、間違っても。もう能天気すぎて死んじゃうね、それ。他は付き合ったら一番面倒くさそう。あれは最後さ、一問あるよね。うん、全部じゃない、全部終わったよ。これ私、あ、出したやつか。うん、はい。付き合ったら一番面倒くさそうとかは、これ全員じゃない？知ってるからさ、知ってるからね。知ってるからさ、むーちゃんもすごいもんね。え、嘘。確かに、確かにありました。どういうとこが、どういうとこが。むーちゃんすごい。ちょっと言えない。え、本当に、ね、本当に、なんか触ってくるもんね。あ、まあ好きかも、触るの。わーとか言って、うん、高子は噛み合わない。いや、高子はもう本当会話が。でもそれも、もう人としてはさ、私致命的じゃない？そうだよ、以前の問題だからね。そうだよ、そうだよ、気づいた、気づいた、やっと気づいた。え、どうしよう、会話してるの？会話してるね。そうなんだ。いや、ちょっと待って、そんな力なく。そうなんだって。え、なんでわからないの、会話。いや、だから私は私なりに解釈をしてるんだよ。うんうんうん、解釈をして返してるんだよ。うん、あ、それが違うんだ。そうそう、解釈がそもそも間違ってんじゃないの。そうだね。惜しい。むーちゃん、むーちゃん、眉とかなんかない？付き合ったらめんどくさそうポイント。あ、でもほら、お客さんのさ中で出てたけど、
なんだっけ、いろいろ注文しそうとかさ、怒ってそうとか、なんかそれ分かるかもって思った。私も分かるかもしれない。なんか細かそう、いろんなことに。あ、神経質なんだよ。なんかそう、めっちゃ多かった。細かそうみたいな。パソコンは、てか、ここにリモコンはここに置かないとダメみたいな、2ミリずれてるからって言って怒ってた。それやばい、それやばい。なんかそういうイメージ。2ミリずれてるやつ。なんかでも神経質っぽいイメージはある。あ、やだ、汚いみたいな。あんま気にしないかな。え、そうなんだ。そうなの。A 型って来てます。 O です。あ、大雑把。え、ムーは B だ。 B 私 O です。じゃ、私ここ一緒なんだよ。そう、一緒なの。意外だよね。意外。え、どこ一緒なの。ここ私とも一緒なの。ほら、平和向けで出たでしょ、今の平和向け。ここか。そうなんだ。会話がここ2人通じないってやつだから。やばい、一緒にされちゃう、お高と。いやいや、え、他なんだろうな。なんだろう、なんかあったっけ。能天気そうとかはもうみんな決まっ、まんまで、まんままんまだよね。まんま。せーの、野上。あー、なんで言わないの。え、なんで言わないの。この人おかしくない。私も高子。あー、まあ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 、まあ、高子はちなみにだよ。私は聞くだけ聞こう。むーちゃんかありなんで迷うな。え、私能天気そうなの。いや、なんかありなんはちょっとそんな感じがする。ムーはムー。え、私はおたかさん。え、違う、ムーの理由じゃない。ムーの理由は何。ムーちゃんはやっぱそのままもう平和ボケしてるし。あ、やだ、疲れちゃってる。疲れちゃうわ。ダメね、ほんと。この2人さ、隣にするとさ、ごっちゃごっちゃしちゃう。今日真ん中2人で挟んじゃって、ね、本当に理解できてない2人が真ん中で、ね、あと、なるべく1人が喋ったら黙ろう、誰か。わかんないから、何言ってるか。あれはアリニャンは能天気じゃなく単なるバカ。え、この人喧嘩売ってるよね、これ。喧嘩売ってるよね。聞いてないとか。ミナト、遅刻とかしたらすげえ切れそう。いや、私ムーちゃん切れないんです。遅刻とかで切れないかな。ムーちゃん切れてもこう、なんだろうな、静かに切れんの。あ、ちょっと切れたなみたいな。うん、感じじゃない。だってアリニャンとか普通に1時間とか1時間半とかね、遅刻してきたりするの、遊びに行ったり。1時間とかないわ。あの時、あのさ、何の時、ほら、外に遊びに行った時に、待って、あんまりなんか全然思い出せないんだけど、まあ、とにかく1時間半ぐらいね。あ、ライブほら見に行った時ね。何のライブ。エールさんの、一番最初に、うん、その時に1時間か1時間半ぐらい、ね、そう、遅刻してきたんだけど、全然私は待ったよ。なんか待つのには慣れてるの。なんでなんで。なんでそれ話し始めるとすごい長くなるんだけど、うん、私の住んでる実家のところが、うん、なんかもう日が沈んだら集合ねとか、まあ、そういう感覚のところだったの。なんかもうか、ね、だから普通にそのみんなも村のみんなも1時間とか村なんだね。そう、地域だね。え、待って、日本だよね。日本なんだよ。でも全然なんか、あれ、誰か集まってないじゃんみたいな。で、誰々さんとこ、じゃあ呼びに行ってきてみたいな感じで、最終的に集まるのが1時間後とかなの。で、そういうところで育ってきたから、もうなんか遅刻しちゃいけないってのは分かるけど、されても平気っちゃ平気。むーちゃん温厚だもん。いいね、村人なんだね。だからその分平和ボケはしてると思う。いや、私もその沖縄って。沖縄じゃないんだけどね。沖縄じゃないけど、でも私沖縄しかそういう話聞いたことなかったよ。あ、そうなの。いいね、その山奥っていいね。うん、のどかだよ。アリニャンはヘラヘラしてるけど賢い。イエーイ。アリニャンは賢いよ。イエーイ。え、本当に。あげてくれた。なんでこれあれじゃないの。賄賂とかでさ、言わせてるんじゃないの。あとでお金をね。ほらほら、もう一回来てますよ。アリニャンは賢いよ。え、今それ読んだ。あー、そっかそっか。出たーん、出たーん。やばいですよ。個性だよ、それが。とか。個性。ウチナータイム。ウチナーってあれだよ、沖縄の人のことウチナーって言うんだよ。へー、賢い。何賢いアピールになる。離島相川。褒めるバイト。むーちゃんと同じ出身です。みなと手振って。え、どうさ、同じ出身なの。長崎じゃん、長野だ。長野。え、そうなの。へー、やったー。何回でも言うよ、アリニャン賢い。ウェーイ。はい、その対応絶対賄賂。絶対賄賂だよ。賄賂じゃない。はい、以上、イメージ調査のコーナーでした。イエーイ。イエーイ。はい、次はお知らせです、ポシから。はい、はい、告知なんですけれども、14日にフレッシュ撮影会さんの方に出演させていただきます。私とおたかさんが出演させていただきます。はい、あとですね、リアライズ撮影会っていう撮影会を事務所でやってるんですけれども、
18日のお昼に、はい、おたかさん、はい、夜に私、これ違うな、26日のこうかな、はい、26日のお昼にまゆゆん、はい、夜にアリニャンが出演します、はいはい、皆さん取りに来てください。あとフレッシュもねありますね、はい、います、ちょいちょい、はい、なのでそちらの方もぜひチェックよろしくお願いします。そして、はい、次の武道会がですね、10月20日月曜日、池袋武道会ですね。武道つみになっちゃった、ね。みんなちょっとね、武道食べたかったですね。武道会がですね、10月20日月曜日、池袋ルイード K3 さんであります。皆さん、はい、ぜひ来てください。はい。はい。はい、そして11月1日、私たちが所属しているプロダクションリアライズ主催ライブが四谷ライブインマジックさんの方でお昼にあります。こちら、なんだ ?1 日は何するの？そう。あのですね、私たちみんなライアーとポッシュソロ曲みんな持っているんですけれども、ソロ曲シャッフルをやります、はい、みんながみんな違う歌を歌います。ちなみにポッシュが、アリサが、私がね、マユのソロ曲のオーバーテイクフラワーズ、タカコが、はい、ムーちゃんのムーちゃんの星屑ラブ歌、はい、ムーちゃんがユンちゃんのレインボーステップ、はい、私がアリサのハッブループ、そう、ホップループ、ホットロードっていう感じで、ホップループってなってます。あと今日その衣装もね、そうです、衣装も振り付けも全部その人になりきってやります。あと限定物販がね、そうなんです ね、ラミネート限定で1日のみ販売します。 そしてユニットシャッフルもさらに、うん、あります。ライアーの君がくれたものをポッシュが歌って、ポッシュの揺らめき三日月ガールをライアーが歌います。みんなこれはね、衣装もこれもシャッフル、そう、衣装もポッシュへそ出しなので、めっちゃ痩せな、そうだよ、めっちゃ3キロ太ったから、あと何日ある、ちょっと3キロ痩せないと、あと2週間3週間ぐらいですね、頑張ります。今日レッスンしたけど、そう、はい、君がくれたものを 歌いました、ね、はい、こちらも皆さんお楽しみに。ただいまライブや、リアライズ撮影会で物販で前売りチケット販売しております。予約もお待ちしておりますので、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いっぱい揺らめきで、あ、待って、言い忘れたよみんな、うん、そしてポッシュは衣装じゃなくて制服です。あ、そうだよ、はい、そうだ、初の制服ライブをやりたいと思います。もうコスプレの年齢になっちゃいました、ね、やめようぜやめよう、そういうの、はい、制服でね、制服で、はい、それぞれちょっと同じ制服なわけじゃないので、そういうバラついてね、そう、物販ね、チェキ取りましょう、制服でしょ、はい、待っています。はい、いっぱい来てます。揺らめきでライヤービシッとハマるわ、お、日があれば5キロ痩せられる。これちょっとやばい。ポッシュでハマるようにしなきゃいけなくない？これ。ね、じゃあポッシュハマってないってことですかね。え、切な。やばい。やつらい。ムーちゃんサイズ厳しいんだ。こら。ムーちゃんでもユンちゃんの衣装がよ。そうなの、だからユンちゃんのあの衣装を私がね着るんですよ。だからあの衣装を壊さないようにっていうのだけ私は意識してやりたいと思います。くじ引きしたんだよね。そうそうそう、ムーちゃんじゃんけんで勝って2番目に引いたのに、ユンちゃんだけはって言ってユンちゃんだけ引いてるっていう。ちゃん持ってるね、本当に。元気なまゆゆん撮りたいとか来てますけど、まゆゆん来てください。撮影会だね、帰ればこっち。ダイエットファイトです、頑張ろう、ダイエット頑張ります。制服放送みたい、ライヤーが制服放送か、制服放送、ああ、見たいってことですね。え、そう、待って、あの見たいって意味かと思いました。あ、トンチンガン。ライヤーがポシュッとやったら違和感が出そうだけど、揺らめきならってことになるらしいよ。フォロー入れてきたね、ちょっとむーちゃん町田の衣装着れるだって。でも、むーちゃん私の衣装着ないよ。町田さんの衣装は多分着れると思う。そんななんかぴったりとかしてないじゃん。あれ結構きついね。え、本当に、うん、ぴったりだったよ今日着たけど。あれ、じゃあ危ないかもしれないよかったアリナじゃない。ジャンプするとね、こうベロってめくれてすごいことになる、ね、結構ゆったりしてると思ってた、うん、あれきついんですよね。裁縫セット持参だね。やぶった、いやー、本当に証拠、それこそ証拠イメージしないとやばい。すぐ塗って渡さないと。衣装を伸ばして返着、ライヤーが置こう。絶対そうだよ。次ユンちゃんの方が身長高いし、ね、そう、身長は、ね、全然違うよね。全然違う、ミニマムとなんか邪魔みたいな邪魔ドーンドーンみたいな感じ。はい、続いて、はい、なんとかのコーナーでしたっていうのかと思った。え、告知のコーナーですか？すいません、失礼しました。え、じゃあ続いてのコーナー行きたいと思います。記憶力ゲーム、イエーイ。はい、
このゲームはですね、はい、もうシンプルに記憶力を試すゲームです。うん、お題を決めて単語を言っていくゲームなんですね。うん、例えば、うん、一番端のアリニャンからお題が車だとします。そしたらアリニャンがタクシーって言ったら、私がその単語にタクシーっていう単語ともう一個足してタクシー救急車って言ったら、次隣の人がさらにその単語に足してタクシー救急車消防車とかで、だん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 足していって分かんなくなったり、言った同じものを言った人がずー罰ゲームになります。でその、まあ、一番点数が低かった人は最後罰ゲームがあります。でこの罰ゲームね、ツイッターに告知した、もう芸人バリーですよ。過酷な、いや、やばいね、やばいね、芸人だね、もうアイドルじゃないね。やりたくないね、うん、やりたくない。ちょっとピリピリしてるもんね、今緊張。いや緊張、一気に緊張してきた今。もうずっと緊張してました。いやもうずっと緊張してましたわ。あの小声で話さないで大声で言おうか。ずっと緊張してました。じゃあ最初のお題は何ですか。フルーツです。これどっちからやる、じゃんけんしようか。最初はグッじゃんけんぽい。待って、なんでやらないんだよね。ここじゃないの。端で、うん、端でやればいいじゃない。ういう、ね、最初はグッじゃんけんぽい、あいこでしょ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 、仲良しか。最初はじゃんけんぽい。フルーツね、いきますよ。いちご、いちご、りんご、いちご、りんご、メロン、いちご、りんご、メロン、バナナ、いちご、りんご、メロン、バナナ、パイナップル、いちご、りんご、バナナ、あれなんだっけ、あれ高くなんだっけ、メロン、メロン、いちご、りんご、なんでやり直してんの。じゃあなんでやり直してんの。え、もうだからアウトだよ。うん、そうだよね。あれ自分でつけて。うわ、よかった。いや、これもうダメだわ。超心臓バクバクする、やだー。ちょっとこれ私ダメだわ、もう雲行き怪しすぎるわ。じゃあ高子からにしよう。はい、はい、じゃあ続いてのお題は都道府県です。いきます、はい、北海道、やばいやばい、北海道、長野、北海道、長野、青森、北海道、長野、青森、栃木、北海道、長野、青森、栃木、東京、北海道、長野、青森、栃木、東京、埼玉、北海道、長野、東京、青森。イエーイ、イエーイ。みんなどうしたどうしたよ。いや意外とこれね、これ緊張する。え、これ思い出せない。自分が言ったとこ分かんなかったらもうただのバカじゃんね。え、バカなんだよ。はい、うまいうまいよ。意外とこれ思い出せないよ。ほんと痛いよ、痛いよ。なんでこんな続かなんか続いちゃってどうしようみたいな打ち合わせしてたけどさ、5分以上続いたらどうするとか言ってたんで。いやダメだこれは。しっかりだよ。怖い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 。やばい。続いてのお題は野菜です。まゆからだ。まゆからだよ。オッケーオッケーオッケー。大丈夫かよ。もやし。もやし、かぼちゃ。もやし、かぼちゃ、トマト。もやし、かぼちゃ、トマト、オクラ。もやし、かぼちゃ、トマト、オクラ、玉ねぎ。もやし、かぼちゃ、トマト、オクラ、玉ねぎ、人参。もやし、かぼちゃ、トマト、オクラ、玉ねぎ、人参、パセリ。もやし、オクラ、かぼちゃ。全然だもん。ポッシュちなみに方向音痴4分の3だからね。方向音痴だよ。え、でも私はでも3人の中でも一番いいと思ってる。本当に。いやいやいや、でも底辺の争いだからね、ここら辺。もうどんぐりの世界で。私以外いなかったら、あれあれみたいな。ね、やばい。しっかりね。続いてのお題は、色です。ピンク。黄色。え、どういうこと？何？ピンク、黄色って。あ、これはいいよ、ダメでしょ。何？好きな色いきなり出した。してるな。カズキアウト。何とっさに。マユユン。バラ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 。記憶力ゲームな。早いよマユユン。もう一回来てるよ。やっぱりアリニャン賢い。イエーイ。いや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 。記憶力ゲームだわこれ。そうそうだよ。記憶力だよ。アメリカの州とか行こうだって。あ、いや。え、これさ、まずさ、最後の人だったらさ、どこに当たるか問題じゃない。順番じゃないこれ。
え、みんなわかる、うん、順番わかんない、わからないです、もうわかんない、やってみよう、とりあえず、じゃあこっちから、ちょっと待って、これはこっちから行く、何、アメリカの州、アメリカの州行きますよ、わかんないよ、行きます、ワシントン DC、 え、DC？ DCC じゃないよえ、待って、州って何、州と都市って何が違うの、あ、そういうこと、そういうこと、あ、そういうこと、それがワシントン DC なんだよ、あ、オッケーオッケーオッケー、じゃあもう一回行く、もう一回行く、え、もう一応ペケつけよう、なー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 、そういうことか、よしよし、はい、いいよ、ラスベガスラスベガスも違う州じゃない、もう一個、もう一個じゃないの、やだ、いやだ、ねえ、なんで、ちょっと待って、頑張れ頑張れ頑張れ、なになに、ハワイ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 、え、わかんない、おはよう、あ、え、おはよう州あるでしょ、おはよう州あるでしょ、ハワイ、おはよう州だよ、はい、バカ、記憶力ゲームだよ、山手線じゃない、ね、やばい、ちょっとやばい、ちょっと山手線ゲーム、どうだ、誰が賢いか競ってんじゃないね、これこれ、ハワイ、おはよう、え、続くの、続くの、やめようよ、いや、一応続けてみよう、一応続けてみよう、絶対無理だよ、ハワイ、おはよう、ハワイ、おはよう、テキサス、お、わかんないよ、ハワイ、おはよう、テキサス、シュナイツェル？シュナイツェルってあるの？ないって、あ、バツ、バツ、バツ、ありそうだったんだけどな、知ってそうな、なんかカリフォルニア、あ、いや、わかんない、そんな、ハワイ、あ、続いてんだ、ハワイ、おは、ハワイ、オハイオ州、もういいって言われちゃった、もうやめよう、これもう無理、泥仕合だからやめます、やばいね、これはい、オバマさん怒ってるよ、多分、クリさんとかも怒ってる、本当に、ほんとごめんなさい、アメリカ、東京23区にしようぜ、お、あ、東京23区行く、行きますか、誰からだ、むーちゃん、はい、行く行く行く、港区、港区、北区、港区、北区、品川区、港区、北区、品川区、渋谷区、あ、港区、北区、品川区、渋谷区、世田谷区、港区、北区、品川区、渋谷区、みんな口パクパクしない、近所じゃない、ダメだよ、ダメだよ、世田谷区、世田谷、世田谷区、自分のが出てこない、新宿区、港区、北区、品川区、めっちゃドキドキする、なんだっけ、あれだ、渋谷区、世田谷区、新宿区、豊島区、港区、北区、品川区、渋谷区、世田谷区、もうわけわかんない、新宿区、台東区ちょっと待って私飛ばしたよ、私、豊島区、うん、びっくりした、びっくりした、よかった、やばい、台東区ってのはあるの、本当に、あるあるあるよ、あるよ、よかった、出てこなかったもん、今、やばい、今の時点でさ、誰がビリです、いや、私でしょ、いや、もう感じたんですね、だいぶね、あのアメリカ州とか言った人のせいでね、ポイント加算されちゃったから、4つだからね、あともう1回やろうかな、あともう1回やる、じゃあ3ポイントプラスにしよう、3ポイント3ポイントプラスね、え、やっちゃう、それやろう、じゃあこれ、はい、じゃあ次のお題は国です、タカ子から、はい、アメリカ、あ、アメリカ、中国、アメリカ、中国、スリジャーワールドのブラコッテ、アメリカ、国じゃない、州だわ、マイヤ3ポイント、3ポイント、罰ゲーム決まっちゃった、1、2、もう今日超不調、やったー、不調、超、じゃあ罰ゲーム、え、こんなぬるって感じで罰ゲーム、最後にもう一回やろう、じゃあいや、もういいんじゃない、なんでもみんな絶対やりたくないんだけど、もういいんじゃないかな、もういいんじゃないかな、マイヤのアホさんが分かったところで、今日の罰ゲームはなんと、じゃん、ストッキングかぶり、うん、イエーイ、しかも
提案したの自分だからね。ストッキングパフィーもあって。超最悪。こういうのってさ、提案した人がね、うん、そうだね。じゃあむーちゃんさ、鏡をカメラに見えないように、はい、眉後ろ向いて、ほら、かぶって、ほら、これ自分でかぶるんだ。これ自分でかぶせて、かぶせて、自分でかぶるのほど切ないことはないからね。いや、切なくていいんだよ。え、どこにかぶせんのこれ。足の方、足の方でいきます。え、待って、これでも100均だからだいぶ緩いよ。え、もうちょっとさ、じゃあ足首の方にしちゃうわ、うん、下の方に行こう。え、タカ子はさ、顔よく見るけど、顔よく国は大丈夫、国は大丈夫だよ。あの、チリは得意、多分。いや、得意じゃないね。チリ得意じゃないね、やっぱ。あれ、アリニャンチリ得意だよね。私チリは比較的ちょっと見えてるからね。ちょっとかなり映ってますよ。かなり映ってますよ。え、しかも引っ張るゾーン作んないと無理。こんくらい引っ張れるよ。玉ねぎみたいだね。髪の毛がな、いいよ、髪の毛よかして、髪の毛よかして、いい、今からよかせない、ないこれ。後ろから見るとね、すごいなんかもじもじくんみたいな。確かに。いい、いいよ。やばいやばい。引っ張って。これダメ、これダメ、アウト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 。なんかやる私も辛いんだけど、これもういいですか、もういいですか、もういいです。ストッキングカズチ、超痛い、超痛いよこれ。アイドルさん、アイドルさんですよね。めちゃめちゃやばいよ、夢に出てきそう。いやー怖いわー。アリニャンといえばチリって感じ。ほら、私イメージ結構賢いんだよ。アリニャン頭いいねってきてますよ。やったー。ジジはよく知っています。これやばいわマジで。え、ジジ意味わかるでしょ。いや、ジジわかるよ。あれでしょ、ニュースとかでしょ。よかったよかったって。ジジはよく知ってます。超気持ち悪い、これ超気持ち悪い、ね、やばいよこれ、うん、絶対肌に悪いわ。後ろから見ててもやりながら爆笑してるんだもん、うん、ひどいわ。これを見せていいのか迷ったけど、やっぱりね。眉毛面白いよ、うん、ありがとう。切ない、てんてんてん、すごい。もう私もめっちゃ泣きそう。いや、スクショした、それを言うのやめて、やめて、やめて、ほんと。もうキャプって2ちゃんにあげるか、わらわら。キャプってってなんだ。まあ、とりあえず2ちゃんにあげられてさらされるっていう。あ、でもちょっと知名度上がるやん。あ、でも誰かわかんないよ。なんか美味しい方の考えに行っちゃう時点でもう芸人だ。もう芸人、もう芸人、やばいやばいやばい。はい、締めてくださいな。はい、以上、記憶力ゲームでした。はい、次のコーナー、ポシュットーク、イエーイ。はい、毎度おなじみに、ね、なってきました。このコーナーは視聴者の皆様からいただいた質問にポシュが答えていくというコーナーです。最近視聴者がサボって質問をくれないので、はい、私たちが入れてる場合もあります。そうです。嘘です。それではなんかあるかな、いきます。じゃん、パッと思いつく4文字熟語を1つ思い浮かべてください。その後にもう1つ思い浮かんだ4文字熟語は何でしょうか。3文字熟語、でも見えちゃってる。4文字熟語です。端からいきます。え、待って、4文字熟語でしょ。まずそこだよね。4文字熟語わかる、あれに4文字熟語とあれが混ざってる、猿も木から落ちる的なやつ。それはそれはやばいわ。ことわざ、ことわざ、漢字4文字並べる。こっちから行こう、こっちから。死者誤入。でしょ。四文字熟語じゃないの？違うの？え、ムーはムー。四文字熟語でしょ？ほら、何みんな反応やめて、怖い。いでもさ、それを四文字熟語で言う人珍しくない？千差万別。天真爛漫。死の上にも3年。違うよ。四文字熟語じゃないかな。分かってないよ。やばいね、四文字熟語出てこないな。四文字漢字並べてるやつ。うん、町田ありさ。これでいいかな、これで。はい、次行こう。次、違う、あとその後もう一つ思い浮かべるんだって。え、だからもう浮かばないって。町田さんが浮かばないので、かずきまゆ、かずきまゆ、これでいいよ。これ、人間失格とかでいいんでしょ。え、4文字だ。え、ちょっと待って、人間失格とかだ。違うの、太宰さんでしょ、それ太宰さん。え、そうだよね、太宰治だよね。そう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 、そこは詳しいんだね。いや、そこは詳しいんだね。はい、浮かべて浮かべて浮かべて。十人十色、因果応報。どういう意味？因果応報っていうのは
ゲイドードーとかあるよね。あるわ。じゃあ再現ないでぶった切んないで。かは結果のかに、王は応援の王に。意味それわかる。言われる。だから自分のしたことによってその結果が出る。結果がそうそうそう。だから自分が頑張れよ高子。そう、毎日花に水をあげてたらちゃんと花は応えてくれるんだよ。なるほど。え、待って、超来てるよ。ちょっと違うって。スタジオから声が国会議事堂焼肉定食。ああ、待って、これ国会議事堂5文字だよね。いいじゃん。2泊3日とかでしょ。とかもそうだね。恋愛禁止4文字。4文字だ。ジガジさん、やっぱり町田さんバカだわ、賢いってば。高田の馬場が入ってるよ。いいの。4文字、まあ、4文字ですね。なんかもう何が分かんなくなってきちゃった塾の。ね、次行こうか。4文字並んでたらいいよ、はい、これ食べ物、アイドル、キャラクターなど何でもいいので大好きなものを5つ答えてください。お、5つね。5つか。まず牛。え、牛あ、牛肉とかってこと。牛肉も好きだし牛乳も好きだし。牛ね、牛。あとなんだろうな、ポッシュ。お、うん、いいでしょこれ。これいいんじゃない、模範解答近くない。あとなんだろう、家族。お、あのー、no、 ちょっといい。お金。お、あとなんだろう、好きなもの。携帯。ああ、携帯好きじゃないかもしれない。言っちゃった。高子は。私はお米。あ、うん、野菜、うん、食べ物だね。白。色ね、色。あ、色ね。白。自然。家族。家族みんな入れてくるね。じゃあムーもこれ最後やろう。辛いんだけど。スポーツ。あ、スノーボードは私一番好き。で、食べるものは全部好き。食べれれば。食べれるものだったらね。パセリとかも。あ、好きだよ。パセリ。いつも処理してる係だったよ、パセリ。処理。あとピンク色は好きじゃん。で、あといい香りのするボディクリームとか。え、なんかつまんないんだけど、もっとなんか面白い。あといい、乙女。あとなんだろう、ホコリとかさ。ホコリ、ホコリ、待って、ホコリ。ゴキブリは。あ、ゴキブリはでもまあ好きなものの5つに入れたくないけど、まあ好き。眉ストッキングでしょ、好きなもん。まず1個目ストッキングじゃん。いや、マジね、超ヒリヒリする、ほんとに。大丈夫、結構荒いからね、これ。やばいよ、これ。好きなもの5つでしょ、うん、町田、野上、愛川、で、3つ埋まったじゃん。おー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 、ジブリ、うん、音楽。おおおおにゃ、やんないとさ、にゃ。あれ、なんだっけ、なんだっけ、これ。これ、やってないじゃん、これ。さっきからやってんの、なんかよくわかんない。にゃ。次は、好きなものに誰一人ファンと言わない。やばいよそれは。読めないよ。それはやばいよ。言っちゃダメだよ。やっぱりファンってそこはさ、当たり前すぎてさ。あ、そうだよね。違う、当たり前にしちゃダメだから、もうみんな。あー、やっちゃった。そんなの大変。もう一回じゃ、好きなものほら一つ目だ、せーの、ファン。イエーイ。これで収まります。ありがとうみんな。ありがとう。これね、これやばい、メンバー答えのにファン答えないってこれ最低だわ。そうか、事務所とか誰一人言わないっていう。ちょっとやばいね。やばいですね。押せるわー、やったな。じゃあこれで来月は、来月はあれ、次のさ、なんかやばい罰ゲームはいつやるんだっけ。12月の回、12月にしようかなって。年納めでね、年納めで今日よりやばい。ちなみに次回は11月14日です。毎日第2金曜日。はい。で、12月のなんとなく考えてるのは罰ゲームがすっぴんになっちゃうという。しかもその場で落とすっていう感じです。そこを来てわーってやって、罰ゲームはい落としてきてみたいな。え、そんな興味ないの、すっぴん見たくないの。みんな反応が薄い。逆に見たくない、飾ってないのは見たくないみたいな。まあやばそうだもんね。放送できるかって聞いてます。放送事故になっちゃうから。え、やばいかな。マスクとか、なんかこう、それまでに肌きれいにしようキャンペーンやろうね。ほんとそうで、やばいやばいやばい。はい、皆さんぜひ次回も見てくれたらなと思います。はい。そして、ポジュトークの質問お待ちしてますので、はい、ぜひぜひ。もう残り少ないです。お願いします。お願いします。お願いします。興味ないとか言わないでください。はい。はい。
以上、じゃあまた来月に。以上、ミラクルポッシュでした。バイバイ。